皆さんこんにちは、ケンです。本日は福井県小浜市から行ける御乳峠、こちらに挑戦したいと思います。御乳峠は福井県と滋賀県をつなぐ峠でして、数年前まではロードバイクでは走れなかったそうなんですけど、舗装路ができたということで自転車でも行けるようになったっていうところらしいです。登ったことなかったので今日はチャレンジしたいと思います。珍しくロードバイクで行こうと思ってます。スーパーシックスエボハイモットです。前回の動画では105組をしてたと思うんですけど、あれから1週間ぐらい乗ってすぐにまたコンポ変更しました。まあオールアルテグラですね。他にもね、ステムをカーボンにしたりとかいろいろ変更点あるんですけど、だいたい 6.9 キロぐらいですね。で、今日使うタイヤはアジリストの中でも一番軽いタイヤで、ヒルクライムレースとかでよく使われるようになったタイヤですね。なのでがっつり山仕様になっております。私山登るの大嫌いなんで、ちょっとグラベルはやめときました。今日はエボで楽したいと思います。走っていきましょう。スタート地点は道の駅若狭小浜になります。今回分かりやすくスタート地点を道の駅からにしました。道の駅の反対側には小浜インターがあります。そこにあの緑の文字で書かれた会社があるんですけど、ここ右かな。スタートしてから1回目は右に曲がる感じかな。臨港で来る方は JR 東小浜駅から出発するか、あとは小浜駅ですねから出発しても、東小浜駅まで数キロしかないので、まあ、どっちでもいいと思います。じゃあどうしようかな。こっからあとまっすぐ行くだけっぽいんですよね、 Google マップ調べですと。なんで一回こっから東小浜駅から獲得標高とか計測しましょうか。ではスタート。まあ、あの東小浜駅からまっすぐ行くだけっぽいです。まあ、頂上付近には分かりやすく看板があるそうなんで、まあ、そこまで今日はチャレンジしたいと思います。地図を見ると、まあ、そのまま滋賀方面に下ると琵琶湖まで行けるんですけど、帰る時間が遅くなっちゃうので今日は福井ルート往復っていう感じですね。そうですね、この35号線をひたすら走る感じ。ここを左に曲がると妙通寺ってとこがあるんですけど、一回ね、見てきたんですよ、自転車で行ってきたんですけど、サイクリングロードをまっすぐ行けば着くんですよ。で、自転車で行くにも最適ですし、まあ、観光としてもいいんじゃないかなと思います。日本遺産になってるんでね、ちょっと歴史興味ある方とかだと妙通寺、小浜北祭行ってみるのもありだと思います。結構綺麗でしたね。で、今東小浜駅からここの時点で3キロです。3キロ時点までは勾配上がらなかったですね、ほぼ 0%で、今この3キロ超えた 3.1、ちょっと上がってきた。もう動画じゃ伝わらないけどちょっと上がってる感じ。 4% ぐらい平均で今登ってます。今3月15日なんですけど、午後14時半花粉症の人には辛いかもしれないですね。私意外と大丈夫なんですよ。ただ目が痒くはなるかなって感じで、鼻水とか体の痛みっていうのはない。5キロぐらいで宇野瀬資料館っていうところがありまして、なんか公園みたいになっててトイレもあるし、まあ、休憩にもいいんじゃないかなと思います。今回スルーしてますけど。で、 Google マップ調べだと乳峠って検索した時にあと14キロぐらいあるんですよね。なんで今日片道19キロぐらい走るかもしれません。
で、これ登る前にブロガーの方の記事を読ませていただいて、でほとんどが滋賀県側からのレビューだったんで、今回こっちから来てるんですけど、あ、止まる。車来てねえな。インスタ映えスポットじゃないですか。撮りましょう。さっき一瞬だけ 4% の坂あって、また下って、で今ほとんど平坦っすね。あ、たまに 3% なったりとかって感じですね。6キロ地点です。今だいたい 2% から 4% の勾配です。だんだん道幅が狭くなりました。ずっと川沿い走ってるんですけど、川めちゃくちゃ綺麗で結構楽しいかも。ちょうど8キロ時点ですね。4% ぐらいですね。なんか急に、おお、6%。急に上がってきました。今7%。お、いえ。10%。お、道が狭いんですれ違うの大変ですね。車ではあんま来たくないですね、ここ狭っ昔の人はここを歩いたんでしょうね、京都へ行くために。これはちょっと今先見えてるんですけど、急勾配だ。うわ、 10% か。くそ、うわ、おっと、今 14% っすね。くす、あ、あ、きつ、今のとこはきつかった。今その 14% 乗り越えた後もだいたい 8% 平均ぐらいなんですよ、今ここ。次のルート見えてるんですけど、またここもきつそうだ。マジか。そうね、うん。
ここいいな、ここ撮影とかで撮ってあげたいな、誰か。なかなかこのねえ、いつも私ソロライダーなんですけど、基本的に人と走るなんて本当にほとんどなくて、一つカメラ GoPro つけてきてるんですけど、そうするとね映像がやっぱ限られちゃうんで、仲間と一緒に走って撮ってあげるってことしてあげたいんですけどね。今結構上がってきたんですけど、集落がありますね。住んでるのかな、人の気配がしない、人の気配が全然しない、若干下ってる気がするんですけど、なんか違うな。綺麗な舗装路が現れるはず。あれ滋賀県側なんかな。ちょっと待ってくださいね。地図見つけた。よし。どっから来た？小浜から来たからこう来たよな。ここか、サバ街道起点看板坂尻、今集落でしょ。よし、ここの起点看板まで行きましょう。そこをゴールとして引き返すっていう感じで行きましょう。下ってる。下るってことは帰り登るんよ。ずっと登っててくれ。お、なんか癖で林道の入り口見つけちゃうとついつい止まっちゃう癖がありまして、ここ今度グラベルで来ようかな。絶対いい道あると思うんだよね。で、路面状態そんなに悪くない。落石落ちてたりするんですけど、まあ、基本舗装路の上に落ちてるだけなんで、よければパンクとかサイドカット防げると思います。今、7% ぐらい、急に 7% ぐらいがまた出てきますね。あ、歩いてる人がいる。もう絶対下から歩いてきたやん。すいません、もう自転車で弱音吐いてる自分恥ずかしい。車やった。こんにちは。ここはなんだ。あ、登山道なんだ。なんかいいっすね。というのも、普段は愛知県のね、雨沢峠とか行くわけなんですけど、ここは、まあ雨沢よりちょっときつい感じはするんですけど、やっぱ車とか全然走ってないし、あと川沿いをずっと上がってきたりするわけなんですけど、まあ
自然豊かで結構気持ちいい、気持ちよくヒルクライムができる。車とかね走ってるとこあんま好きじゃなくて、やっぱ怖いじゃないですか、トラックとか来たりすると。その点ここはやっぱり全然車も来ないんでね、こういうふうに雪も残ってるしね、まだ。この GoPro のね固定カメラだけじゃ伝わらないんですけど、川とか周りの自然がめちゃくちゃ綺麗、本当に。ここからちょっと路面綺麗になりましたね。ここ直したのかもしれない、数年前にね。でごめんなさい、知らないですよ、知らないですけど、昔はここにも砂利道やったみたいなねことを聞いてたんで、どうもここを直してますね。うん、あ、なんだろう、勾配はあるんですけど急に走りやすくなりました。うん、不動の滝。約40メートル5段の滝からなる、毎分あたり2トンの流量。どこのことだ、取っときたいね。で、どうしようかな。初めてですか？いや、何回か来たことあるんですけど、冬にはちょっと来たことない。ああ、なんか私、ごめんなさい、ちょっと教えてほしいんですけど、はい、なんかもうちょっと行ったら看板みたいなのあるんですか？滋賀県の県境に。もうちょいぐらい。でもまだまだ。じゃあ私もちょっとリタイアやるか。めちゃくちゃここの坂きつい。本当に。あ、本当ですか？そうか。めっちゃきつかったな。わかるよ。うん、一応引き返すつもりではいたんですけど、もともと多分引き返した方がいいと思います。分かりました。道も結構滋賀県側の方が悪いんですよ。あ、そうなんですね。落石とか結構多いんで。はい、ということで今ライドが終わりました。リタイアしちゃったんですけど、往復で 27.61 キロ、獲得標高が452メートルになっております。また1ヶ月後ぐらいに、滋賀県抜けるルートで組んで琵琶湖タッチして、球磨川宿経由で小浜に帰ってくるっていうようなルートをね作っていきたいなと思っております。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。